ボリソフは、ベラルーシのミンスク州、ボリソフ地区にある都市。ベラルーシ語での表記はバルイサウ。人口14万4945人。町の近くをベレジナ川が流れている。ボリソフの町は、ベレジナ川とサハ川が合流する地点に広がっている。町は、ベレジナ川によって、旧市街地と新市街地に分けられ、二つの橋で、繋がれている。 鉄道の駅、国際道路、軍隊の指令室、中央広場は新市街地に位置する。1792年当時の文章、ボリソフに関する夫の古い記述は、ラブレンチー年代記に見られ、1102年に、ポロツク広告の王子ログボロド・フセスラビチによって建設されたとされ、都市の名前には、彼の先例名であるボリスに由来する名前が付けられた。 続く数世紀の間にボリソフは消失し、元の位置から少し南にずれた地点に新しい町が再建された。13世紀から14世紀初頭にかけてボリソフに城が建設され、バルト海と国海を結ぶ河川交通を抑える要所となった。13世紀末にボリソフはリトアニア大公国に編入され、1385年の クレボ合同の後、ポーランド・リトアニア連合の都市となった。リトアニア・モスクワ戦争中の1500年に、ポーランド王、アレクサンデル・ヤゲオは、ボリソフ城に居住していた。1563年に、ジグムント2世イアウグストから、マクデブルク都市法を授与され、1565年に、城塞の上に、天国の鍵を持つ、聖ペトロを排した文章が制定された。 1569年のルブリン合同で、ポーランド・リトアニア共和国が成立した後もボリソフは、ポーランド・リトアニア共和国に属する。18世紀初頭の大北方戦争で、ボリソフは一時的に、ロシア、スウェーデンに占領され、1793年の第二次、ポーランド分割の結果、ロシア帝国に編入された。 19世紀当時の鉄道の駅舎ポーランド分割後、ボリソフは、ミンスク県に位置するウェズドに制定される。1812年のナポレオン・ボナパルトの、ロシア遠征において、ボリソフは重要な地点となった。敗走する、ナポレオン軍は、ボリソフを流れるベレジナ川の通過を試み、この地で戦闘が行われた。ナポレオンとの戦いで使われた大砲は、 町の博物館に保管され、町の祭りでは兵士に噴した、ボリソフ市民がベレジナ川の戦闘を再現する、催しが開かれている。1871年にモスクワとブレストを接続する鉄道が開通し、ボリソフの近郊に駅が建設された。ベレジナ川右岸に建設された駅の周辺に、ノボボリソフという新しい集落が形成され、1900年に、 ノボボリソフは町に合併された。20世紀初頭のボリソフ第一次世界大戦中のロシア革命後、ボリソフの支配権をめぐる戦いが起き、町は何度も異なる国家の支配を受けた。1917年にこの地域はソビエトロシアの一部となるが、1918年初頭にドイツに占領され、1918年12月に再び、 ソビエト政権に奪還される。1919年から1920年まで、ポーランドに統治され、サンドソビエトに占領された。ソビエトの支配は1921年のリが、平和条約によって承認され、町は白、ロシアソビエト社会主義共和国に編入された。第二次世界大戦中。 ボリソフは1941年7月2日から1944年7月1日までナチスドイツに占領され町のほとんどが破壊された町の周囲に建設された6つの強制収容所で3万3000人以上が殺害されたナチス占領下のボリソフではレジスタンスの地下活動パルチザン運動が活発であり抵抗運動はドイツ軍の撤退に貢献した 大戦後、戦闘に参加した多くの兵士に、ソ連邦英雄勲章が、町に、祖国戦争勲章が贈られる。町には戦闘で落命した兵士の慰霊碑、集団墓地が建てられている。第二次世界大戦後に、ボリソフは、産業の中心地となり、製品はロシア、CIS 諸国、国外に輸出されている。 全産業従事者は3万1019人に達し、ミンスク州の都市の中でボリソフのプラントと工場の数は首都のミンスクに次いで2番目に多い。ボリソフでは機械、食品加工業、木材加工、医薬品製造が盛んである。ボリソフ自動車トラクター伝送品工場は、ボリソフの企業の中でも際立った存在で、 サッカークラブの FC バテ・ボリソフのスポンサーとなっている。ボリソフには、ロシア正教会の聖堂であるボスクレセンスキー大聖堂、ローマカトリックの聖堂が混流されている。ボスクレセンスキー大聖堂は19世紀後半に、破壊された教会の跡地に再建された建物で、ロシアの建築様式を申している。サッカークラブ FC バテ・ボリソフの本拠地である。 ありがとうございます。